Hello everyone! How are you? グローバルクリエイティブカナダイングリッシュヘッドコーチの大輔です今日も一日一シチュエーション皆さんと一緒にやっていきましょう今日の表現はこちらです Do you know when he is coming? Do you know when he is coming? Do you know when he is coming? 彼がいつ来るか知ってますか あなたは知ってますかという文章です。これもずっとやってきた when とか what とか how とかいわゆる 5w1h と呼ばれているものが文章の最初ではなくて真ん中に来ることによって一つの塊を作ることができます。when he is coming 彼はいつ来るのだったら when is he coming ですが ここの個人は When he is coming. これ,だけはこれだけでは文章としては成立しません。彼がいつ来るかという塊だけです。それに Do you know を付け加えて、Do you know when he is coming? 彼がいつ来るのか知ってますかという文章になります。Alright?So let's practice. じゃあ僕が今から皆さんに英語で質問します。皆さんもし知ってたら 英語で答えてみてください。知らなくても英語でぜひ何か言ってみてください。OK? Do you know when Donald Trump came to Japan? That's great! So that's it for today, and I hope you had fun this week, and see you next week! Bye bye!